この本の大切なポイントをご紹介しますね。ポイント1、著者の幼少期は、障害を持つ弟と共に過ごす経験が、著者の心に、冷たい社会への復讐という思いを芽生えさせました。ポイント2、著者は、明石市の市長になり、元気な町に復活するために、子供を中心にした町づくりを進めました。ポイント3、明石市では、障害者やマイノリティの方にも、優しい町づくりを推進しています。そこには、当事者と共に冷たい社会を変えていこうという意思が感じられます。ポイント4、政治が変わらないのは私たちが行動しないからでもあります。私たちは自分たちの未来のためにも政治を諦めてはいけません。ようやく最初は冷たい社会に対する復讐が原点でした。貧困と差別との戦いが始まりました。瀬戸内海に面した兵庫県明石市。北見町で生まれ育った私は小さな漁師町で育ちました。私の弟が障害を持って生まれた時から私たちの戦いが始まりました。当時、日本には優生保護法という法律がありました。障害のある人に対しては強制的に不妊手術や中絶を行い、障害者の増加を防ぐことを目的とした差別的な政策でした。わずか30年前まで人の命を奪うという恐ろしいルールが存在していたのです。病院側は私たちの弟を見捨てるよう提案してきましたが、両親の懇願によって彼の命は救われました。しかし彼は障害を残し一生起立不能と診断されました。私は小学校時代、昼間は健常者と一緒に過ごし、放課後は弟や障害のある子供たちと過ごしました。しかし、私は心の中で、何かおかしい。何かが間違っていると感じました。多数派と少数派が分断される、不公平な社会に直面していたのです。実際、弟が小学校に通う際には、何があっても、行政を訴えません送り迎えは、家族が責任を持ちますという誓約書に署名させられました。冷たい社会に対する復讐という言葉が、私の原点です。転機は、恩師との出会いでした。自分が賢くなって、世の中を変えるという気持ちで、私は一生懸命勉強しました。そして、東京大学に進学しました。その後、NHK で働きながら、マスコミの道に進む中で、転機が訪れました。それは、石井源元氏が書いた政治家への決意表明の本との出会いでした。その本の中で、政治を諦めなければ、日本は変えられるという情熱的な言葉に感銘を受け、私はすぐに石井氏に手紙を送り、面会の機会を得ることができました。石井氏との面会で、彼から本気で選挙を手伝ってほしいと直接頼まれ、私は自然と分かりました。私が必ず当選させますと即答してしまいました。結果は残念ながら落選でした。選挙後、石井氏は私に弁護士の道を進むよう促しました。いつか君は政治家になる。良い政治家になるためには世の中のことを知っておく必要がある。明石に戻って本気で人のために尽くしなさいと強く説得された私は、新たな挑戦として弁護士の道に進むことを決意しました。早速法律の勉強を始めるために法律書を開きましたが、その内容を見ると強い憤りが湧き上がりました。誰がこんな冷たい条文を書いたんだ、赤ペンで直してやるぞと言いたくなるような条文ばかりでした。障害者や子ども、犯罪被害者などの社会的に弱い立場の人に対する思いやりは、ほとんど感じられませんでした。財産権だけが過度に保護されていたのです。子どもの頃に感じた冷たい社会の原因の一つが、法律にあるという事実に気づきました。しかし、私は間違った法を変えるには、まず法律を知る必要があると考え、司法試験に合格しました。そして2000年に明石で自分の法律事務所を開業することになりました。正義の志を受け継ぎ、国会そして明石市長へ弁護士の仕事に慣れ始めた2002年10月、ニュースが駆け巡りました。衆議院議員視察という速報です。その中には私の恩師である石井幸喜氏の名前がありました。2度目の衆院選で当選した石井氏は、国会の爆弾男として国家の不正に立ち向かっており、毎日大きく報道されていました。
事件当日も国会で質問する日で、カバンの中には不正を追及するための書類が入っていたのです。しかし事件後、その書類は持ち去られていました。彼は途中で倒れ、無念だったでしょう。私は周囲から恩師の志を継ぐよう説得され、政治の道に進むことを決心しました。翌年の衆院選で当選し、国会議員となりました。そして国会議員が主導して起案できる議員立法の作成に尽力しました。その後、郵政解散によって国会を退任することになりましたが、その2年間私は国会議員として全力で走り続けました。明石に戻り、弁護士の仕事を続けながら、より総合的な支援を目指して社会福祉士の資格を取得しました。そして2011年、ついに明石市長に立候補しました。私を支持するのは市民だけでしたが、市民だけで十分でした。結果は僅差ながら69票差で勝利しましたが、市民と共に未来を変えることに成功しました。この日、明石市民は自分たちの未来を変えたのです。子どもの町から始まる好循環。市長になる前、明石の町は衰退していました。中心市街地は空洞化し、毎年の赤字で財政は悪化し、人口は減少していました。しかし私は明石の立地条件を生かした政策ができると確信していました。周辺には神戸や大阪、京都といった大都市があり、学校や店舗、企業もたくさんあります。そこで私は学ぶ、働く、遊ぶを諦め、子供に焦点を当てた戦略を描きました。特に注目したのは2人目の子供です。働きながら子育てをすることや、子供部屋を一人一つ確保するといった要望に応える街づくりが必要でした。幸いなことに、明石は周辺地域と比べて地価が安く、温暖な気候で子供たちが自由に遊べる環境がありました。あとは安心して子育てができる政策が必要でした。こうして明石市は暮らす育てるを重視した街づくりに力を入れることにしました。無駄の象徴となりかけた再開発を街づくりの象徴に、私が市長に就任する前、錆びれた駅前の再開発計画が進んでいましたが、内容は魅力に欠けるものでした。私がギリギリで市長になることができたので、すぐに計画の見直しを図りました。市民が本当に望む施設を作るため、広報誌でアンケートを実施しました。すると、市民が一番望んでいたのは図書館であり、2番目には子育て支援施設でした。市民の希望と私の思いが一致していました。その後、すぐに建設が始まり、5年後の2016年にオープンしました。特に注意したのは建物の配置です。6階には要な手続きが一括でできる明石総合窓口を設け、5階には0歳から小学生までが楽しめる明石子ども広場を作りました。さらに4階には図書、館を設け、フロア全体を活用しました。明石市は妊娠から子育てまでの間、相談できる場所を駅前の一等地に作ることで、経済と町に活気をもたらしました。これはまさに子どもを中心にした街づくりの象徴と言えるでしょう。スタートは経済ではなく人。選挙や議会では当時、子どもよりも産業復興をとか、まずは企業を支援して景気を上げようと口にする人がいました。しかし堅くなにその順序にこだわった結果、日本の経済は上向きにならず、子どもの数は減り続けていました。経済の回復は政治が最初に注目すべき点ではありませんでした。明石市は子どもへの支援策を重ねた結果、毎年減少していた人口がわずか2年で増加に転じ、市の基金も50億円以上増加しました。今では全国戻りたい街ランキングや住みやすい街大賞などの調査で上位にランクインするほど、明石の街は活気にあふれています。子どもを真剣に応援すれば、経済は自然に回り始めます。町がにぎわい、未来を担う子どもたちが市民を支えるのです。何よりも大切なのは人です。人が経済を回し、市民が快適に暮らせる町になるのです。誰かの困りごとをみんなのセーフティネットに変える、すべての人に優しい町。明石市は子どもだけに特化した町ではありません。障害者や高齢者、マイノリティに対しても全国で初めての施策を次と実施してきました。2015年には全国初の手話言語障害者コミュニケーション条例を制定し、翌年には障害者配慮条例を施行しました。
この条例では障害者に配慮するための費用を税金で助成することが盛り込まれています。具体的には民間の商店が展示メニューや筆談ボード、簡易スロープや手すりを設置する費用を助成するのです。この取り組みにより明石駅や駅前の再開発ビルを中心に障害者に優しい街づくりが進展しました。障害者に優しい街というだけでは一歯なかなか優しくなれません。実際の生活の利害に結びつけることが重要であり、人が行動を起こすにはリアリティが必要です。社会が作り出した障壁こそが問題なのです。このような施策は著者自身が子どもの頃からずっと考えてきた問題を自らの手で解決した事例の一つです。当事者と共に街の風景を変えていく。行政は新しい施策を進める際も既存の枠組みにこだわって無理に片付けようとします。しかも進めるのは当事者や支援者ではなくたまたま居合わせた人材です。著者が国会議員時代に衝撃を受けたのは厚生労働省の障害者施策担当者が障害者に会ったことがないと発言したことでした。障害がある人の存在を知らずに育った優秀とされる人が政治家や官僚になり悪意を持たずにような法律や施策を推進してきたのです。その結果当事者の声が無視された冷たい社会が形成されたのではないかと著者は感じました。明石市では障害者配慮条例の検討に際して体視覚聴覚障害のある当事者に参加してもらい相互理解をもとに内容を練り上げました。過去に国連で障害者権利条約の審議が行われた際に繰り返された私たちのことを私たち抜きに決めないでという象徴的なフレーズと一致する考え方です。以上のように表現を変更しましたが要点や構成は変更しておりません。私たち一人一人には政治を変える力があります。ちょっとした行動でも社会に影響を与えることができるんですよ。 SNS 以外にも役所に直接メールや手紙で意見を送る方法があります。役所は届いた意見をしっかり読んで回答を公表することもあります。私たちの意見が反映されて計画や法律が修正されることもあるんです。政治家やマスコミは金がない仕方がないと言って私たちを諦めさせようとすることもありますがそんなネガティブなキャンペーンに惑わされてはいけません。政治を変えることは決して無理なことではありません。私たち一人一人が声を上げることが大切なんです。近年の選挙では子どもが重要なテーマとして取り上げられることが増えています。市民を対象とした政策が選挙で勝つためのポイントになってきているんですよ。それだけでなく明石市では人口が増加し市民がはっきりと意思表示したことで生活が変わった事例もあります。私たちがしっかりと関心を持ち声を上げることで社会を変えることができるんです。日本の政治は古くからの仕組みが残っていますが私たちの生活は政治と密接に関わっています。だからこそ政治を諦めることは自分自身の未来を諦めることと同じなんです。私たちの社会は私たちが作っていけるものです。だから私は自分を諦めませんし政治を諦めません。あなたも自分自身を諦めずに社会を変えることができるんですよ。このまとめでは著者が情熱を持って伝える内容を紹介しています。普段は現行の法律に疑問を感じない人も多いかもしれませんが一度マイノリティの立場になってみると不合理の面があることに気づくでしょう。この本は著者が自身の経験から得た教訓と社会を変えるための道筋を明らかにした素晴らしい書籍です。要約で紹介した内容以外にも明石市での組織の変革や意思決定の改善コロナ禍への素早い対応策など読み応えのある部分が盛りだくさんです。政治を諦めていた人にはぜひこの本を手に取っていただきたいです。将来の選択を見直すきっかけになるはずです。